ベイスターズファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは山本雄大選手、タイラー・オースティン選手です。まずはホームランを含む4安打、そして守備でもナイスプレーがありました山本雄大選手です。ありがとうございます。まずは4回のソロホームランから伺います。初球をレフトスタンドへ運びましたが、あのホームランをご自身で振り返っていかがでしょうか。感触は良かったんですけど、低い打球だったんで入るか分からなかったですけど、はい、入ってくれて良かったです。ホームランだけではなく今日は4安打の活躍でした。この固め打ち、さらに山本選手打率も3割を超えました。今シーズン安定して打撃成績残していますが、このあたりご自身で要因は どのように分析していますか。前に素晴らしいバッターたちがいっぱいいるので、その人たちのバッティングを参考にしながらいい打席を送れていると思います。今日は打つだけではなく延長11回守備でも素晴らしいプレーが2つありましたね。二塁ランナーが飛び出していた場面もしっかりとあの場面刺すというのは見えていたんでしょうか。しっかり狙ってはいたんですけど、京田さんが素晴らしいタッチをしてくれたので、はい、本当に京田さんに感謝したいと思います。盗塁も阻止して、そしてオースティン選手のサヨナラホームラン、リズムも生まれるようなプレーだったんじゃないかなと思いますが、いかがでしょう。そうですね、9連戦の初戦でしたし、ベンチから TA 決めてくれってこう祈りながら見てました。では最後に意気込みを伺うんですが、その前に明日は東投手が先発予定となっていますが、明日に向けて山本選手から意気込みをいただけますか。そうですね、チームが勝つためにしっかり腕を振ってくれると思うので、それをしっかりサポートしたいと思います。続きましてサヨナラホームラン、見事なホームランでした、タイラー・オースティン選手です。ありがとうございます。サヨナラ打を打ってこの大歓声、今の気持ちから聞かせてください。 Feel great, you know, it was a great team win. How about this guy here next to me right here? You know, I wouldn't have been put in that position without him. So, you know, it was a great team win. もう最高の気分です。チームの勝利だと思います。あと山本選手の大活躍のおかげで、あの打席が自分のところに回ってきたんだと思います。ツーアウトランナーなしの場面でしたが、どのような思いでバッターボックスに向かったんでしょうか。Get a good pitch and not miss it, basically. That's pretty much it. いい球を仕留めてやるぞという気持ちで入りました。初球を打ってのホームランでしたが、感触はいかがでしたか。Felt great. 最高の気分です。監督やナインから何か言葉はかけられましたかね。He told me about the pitcher before I went up there, so it's all on him. 山本選手が相手投手についていいアドバイスをくれたので、それを参考に打席に入りました。山本選手、どのようなアドバイスを送ったんでしょうか。至ってシンプルな、はい、アドバイスだったんですけど、はい、オースティンがすごいです。さあ、オースティン選手、6月の月間 MVP も受賞されました。そして7月もこのホームラン、7月も期待してもよろしいですかね。 I don't know about all that, but we're going to do our best and hopefully win a lot of baseball games and hopefully see a lot of you out here at the stadium. 7月も連続で取れるかどうかはちょっとわからないんですけども、最高のプレーを日々して、大勢のファンの皆さんの前でいい野球ができることをお約束します。さあ、そして今日から3日間横浜スターライト、
まず初戦勝利、これでスターナイト8連勝になりました。ファンの方も延長戦、これだけ多くのお客さんが残って声援を送ってくれました。山本雄大選手、この特別なスターナイトのユニフォームを着ての1勝、さらには9連戦の初戦でしたが、1勝、大きな1勝になったんじゃないですか。はい、大きな1勝になったと思いますし、スターナイトもそうですけど、今日は田代コーチの、70歳の誕生日なので、はい、田代コーチをお祝いできて、はい、すごく嬉しく思います。いや、オースティン選手からもスターナイト初戦見事勝利に導く一発、最後ベイスターズファンの皆さんにメッセージをお願いします。 Thank you guys so much. Can't wait to see you the rest of this month and hopefully there's a lot of wins in there. 今日はお越しいただいてありがとうございます。残りのゲームも毎日ベストを尽くして頑張ります。皆さんとまたお会いできるのを楽しみにしています。今日のヒーローは山本雄大選手、タイラー・オースティン選手でした。それでは今日はオースティン選手に最後の一言コールを締めていただきます。ファンの皆さんもタオルを掲げて準備をお願いします。それではいきます。横浜進化、I love 横浜。